さあ今回からおまけパートですね。前回行かなかったステージを攻略していきたいと思います。そしてもちろんノーミスでやっていきますのでよろしくお願いいたします。ということでまず最初ですね、ここの時計塔ですね。まあ、ここの背景ね、見ていただいたら分かるようにすごい書き込み方、まあ、素晴らしいですよね。まあ、いきなりちょっとハートアイテムありましたが、ちょっと自然に取ってしまいすぎてちょっと説明を忘れかけましたが、ハートアイテムが隠しアイテムであります。ただハートいらないんでね、まあスルー推奨かなとは思います。ここちょっと右まで行けます。でここはですね、また左の方に行くとなんと連射アイテムがあるんですね。で今は時計にして、おお、時計にしているのでハートになったというだけの話ですね。まあ、なぜ時計にしているのかというと、まあ、すぐここで聖水に変わっちゃいますが、まあ、前回のねパート1で聖水でね、聖水じゃなかった、時計でね一面クリアしてるじゃないですか。だからまあ一応その続きで見ていただいた方が分かりやすいかなということで時計に合わせておりました。でまあこの書き込み方と、そして隠しアイテムの数ですよね。隠しアイテムの数がですね、普通の面よりもねダントツに多いんですね、ここが。まあ、そこから考えるに、やはり制作者側が、制作者サイドが、まあ、すごくこの面を愛してるなと、まあ、作り込んでるなと、書き込んでるなと、もうここにもあります。まあそれがね伝わる面でね素晴らしいなと思うんですけども、まあ、ここをさらに分岐にしたってところに僕は感動しましたね。まあ、より作り込んでるわけだから、まあ、見せたいわけじゃないですか。今のゲームって結構作り手側がこう、例えばバイオハザードとかもそうなんですが、まあ、プレステ2とかまではそうだったんですけども、見せたい視点とかがあって、でそれのためになんかこう視点がごちゃごちゃになって結局やりづらいっていうことがあったんですけども、まあ、でもそれってさ、その映像をその画面その角度で見た方が、まあ、よりねいいから見せてるっていう部分があって、まあ、ちなみにここに1アップアイテムありますが、ラルフ・ベルモントだと取れないので、まあ、今回はスルーしていきます。アルカードかグラントだと取れるので、まあ、アルカードの場合は2周目じゃないとダメという感じになりますが、まあ、ここに連射アイテムがあります。まあ、このゲームはね、まあ、そういうところを、まあ、全てね、ここちょっとダメージ受けちゃいますが、まあ、そのまま行ってで次がちょっと待つんですね。ここ少し待つ、そうすると簡単に行けます。まあ、制作者側が、まあ、そのね分岐にしたっていうところがよりねこのゲームをこう遊んでほしいんだなと思うわけですよ。やり込まないと通らない人が出てきちゃうわけじゃないですか。ここでこんだけ書き込んでるからやり込んで損はないよっていうことを、まあ、言いたいわけですよね。まあ、そこの作り手側の、まあ、心というかね、まあ、ちなみにここ探検なの でダメージ受けてればここで肉がありますので回復しておきましょう。もうボスなんでね、ちょっと途中なんですが、まあ、ボスなのでこいつはグラントですね。ここでこうやるだけで余裕で死にます。まあ、最弱クラスのボスですね。まあ、あえて分岐にしたことによってすごくこのゲームに対しての、まあ、愛が見えるというか、まあ、やる気が感じられるというか、まあ、そこら辺にも僕は痛く感動しました。ああ悪い夢を見ていたようだ。俺はグラント、奴の力で化け物の姿にされちまったんだ。仲間も親兄弟もみんな奴の犠牲になって、頼む、俺も連れてってくれよ。どうしますか。連れて行く。今回は連れて行きます。そうかい、俺は身軽さにかけては自信があるんだぜ。力になるからよろしく頼むわ。がっちり握手をして仲間に、最強の仲間グラント降臨ですね。ちなみに敵の時だと弱いけど仲間に入ると強いっていうパターンはなかなかゲームでは珍しいんじゃないでしょうか。でこの時計塔のね先の橋が壊れたことによって帰りが必要になってしまったわけですね。あそこの
足さえさ壊れなければそのままドラキュラ城だったのに。ちなみに肉とかね、各種アイテム全て復活してますので、まあ、ダメージ受けてもこうやってね回復ができます。ちなみにここはもう帰るだけなんでね、まあ落ちていけば大丈夫です。だけど下手に落ちてしまうと即死になってしまうので、例えばここで落ちてしまうと即死なので、まあ、そこだけは要注意と。だけど落ちるところさえ間違えなければ、まあ、こんな感じで簡単に戻っていけます。さあそしてですね、ここですね、セレクトボタンを押すことで仲間とチェンジすることができるんですね。でグラントさんはですね、このご覧の通り、まあ、移動スピードが速く、そしてジャンプ力も高いんですが、最大の特徴は貼り付けるということですね。まあ、上ボタンを押しっぱなし、上の時は上ボタンを押しっぱなし、右の時はこうやってね右ボタンを押しっぱなしにしないとダメなんですけども、で後の特徴はですね、ジャンプの後に戻れるんですね。まあ、いわゆるマリオとか、ロックマンとか、まあ、そういう感じのジャンプ方式ですね。うん、なかなかやりやすい。だからここジャンプ行って下に行って戻るってこともできるんですが、まあ、正式なやり方はどっちかというとこういう感じじゃないかなとは思います。これでグラントさんの出番は終わりです。まあ、ここを取りたいがためにただ仲間にしただけなので、なんでかというと基本的に僕はラルフでクリアしているので、まあ、ラルフで攻略していきたいかなということで、まあそんな感じの攻略になっておりますので、よろしく、間違えた、ここはジャンプ、ここで降りると。ここはもう別にどうだっていいので、まあ、ここはここね、ここでね回復してますが、まあ、いらないのでスルーしていきます。あとはですね、まあ、あとは特に言うことないかな。特に言うことはないかな。まあ、あとグラントはですね、こういう1マスのところにも入れるんですね。こういうところね。まあそこが少し特徴でもあるかなとは思います。ここは、まあ聖水でもいいんですけども、まあどっちかというとこっちの方がいいかなと思います。グラントの場合はね、頭当たっちゃうので、こういうところはちょっとひっつかないとダメなんですけども、ラルフ・ベルモントの場合は、そのままね、突き抜けるので、まあ、若干そういうところに融通は効くんですが、まあ、ちなみにここ真下に行くと、敵がいてダメージ受けちゃうので、こっちに行きます。すぐこっち。そしたらこっちにジャンプします。そしてここは、わざと上に乗らないような感じでジャンプすることで、下にね、階段じゃなく行けるので、まあ、より早く行けると。そして、まあ、前回言ったようにここから始まりますと言いましたが、ここのね行き方をちょっと紹介しておくとですね、前回はね時計だったから簡単だったけども、じゃあ他のものだった場合はどうするのかというと、まあ、こんな感じで一人ずつね処理していく。そうするとですね、結構簡単に抜けれちゃうんですね。ね、こうやっていく。とにかくね、一体ずつ処理した方がやりやすいです。まあ、2体ね同時に出してもいいんですけど、どっちかというと一体ずつこうやって処理すると、より確実ですね。まあ、ダメージを受けずに引くことができますので、まあ近いですけども次の分岐までジャンプしましょう。さあここまでたどり着いたんですが、ダメージを受けていないので肉は取らずにそのまま行きます。というわけで分岐点ですね。前はサイファさんルートに行きましたが、今回は下のルート、地獄に行きます。まあ沼地なんですけども、まあ結構難しい。そして音がねなかなかいい感じのところですね。ここでしか聴けない曲になります。カエルがね、めちゃくちゃうざいんだよね。とにかく出してから先に行く。出してから先に行く。そんな感じで進んでいきますと。危ない。次の、ここはですね、グラントさんだったら上に乗ることはできますが、ラルフだと乗れないので、で、ここは探検なので取らずに行きます。罠アイテムですね。まあ、復帰ポイントなので、もうスタートしたいんだからね。こう右に行けばもういいんですけども、左に行きます。これなんでかというと隠しアイテムがあるから。
ここにね、肉があるんですね。まあダメージ食らってなかったからね、別にいらないんですけども。ただこうやってね、すごいここ、点数稼げる面なので。ああ。余計ダメージ受けちゃった。でもまあ、そんなに難しい面ではないので、大丈夫です。いい。まあこんな感じでね、やっていけば、点数も稼げるし、まあ、こっちのルートはとにかく点数がすげえ稼げる。で、ここに斧がありますので、まあ、取らずに行きます。ロザリオ注意報です。遅かった。もう一回出ますので、要注意です。まあ、ちなみにここの隙間をね、グラントで入ることができるんですが、ラルフでも実はこうやって入ることができます。で、ここに肉がありますので、取っておきましょう。ここでだいたい前回は余裕ですね。間違えた。危ねえ。で、ロザリオ注意報です。目を伏せてください。ほい。まあ、簡単でしたね。で、ここが、まあ、ラストじゃねえか。ここはラストじゃねえわ。ここで、十字架ね、回収できるので、まあ、十字架をここで、ここまででね、間違えて違う武器にしちゃったよって方は、ここで十字架に戻すといいんじゃないでしょうかと。で左の方は時計なの でコウモリがここうざいので、まあ、コウモリを倒して進んでいく感じ。とにかくコウモリがうざい。だからコウモリを確実に処理しながら、ちょっと待った、危ねやりにけやがったな、このこいつ。というわけで、ボスですね。まあ、かっちりした攻略が、僕は今まだ見つかってないボスなんですが、ここら辺に行くと、3発当たれば結構楽。しまった。終わりですね。まあ、こんな感じでやれば結構簡単に倒せるボスです。で、ここはね、クリアすると全開するので、まあ、死ななければいいという攻略なので、まあ、正直、かっちりした攻略はあまりやらないかなと。た感じで攻略をしております。まあ分裂してる間にね、当たり判定がなくなるというね、鬼畜ですよね。で、ここからですね、この溶かすギミックが、まあ、これもまたすごいですよね。ファミコンにしてこれで、ここはもうダメージ受けちゃって大丈夫です。ただ上の針にだけは触れないでください。即死なんで。ここにね、肉があるので、受けたまでです。うん。どうせね、教えるために取るから。で、丁寧に行けば別に、あれ取る必要もないので、そのまま下に行けば大丈夫と。で、この下に十字架ありますので、もし、亡くなった方はね、ここで回収をしておきましょう。ただ、下に行ってしまうと、ずっと下のルートで行くことになるので、まあ、できれば、ここは上のルートで行くことをお勧めします。なぜならば簡単だから。ここに探検があるので取らないようにしましょう。下はね、ここか、この次のところが確か探検だった気がするので、十字架取ったからといって油断して全部壊してると、最後のここの時点で探検になってしまうというね、なかなか皮肉なことになるんですが、まあ下だとね、ここ溶けるまで待たなきゃいけないというね、まあ、地獄が待っているので、まあ、できれば上のルートで行かないと時間がかかってしょうがない。まあ、ここはですね、まあ、この新しいね、フレームなんたらっていう雑魚がいるんですが、まあ、ここは上のルートを行きます。ここはなんでかというと、いいアイテムがあるんですね、この上。この真上ですね。何があるかというと、ワンナップがあるんですね。まあ、クリアのルートではね、あんまり1アップってなかったんですけども、こっちのルートではね、時計塔もそうだったんですが、1アップが結構隠されている。ここはギリジャンをすることで大丈夫です。ここは即死なので、一応丁寧にやりましょう。ここ乗れば大丈夫。ね、ここ乗れば大丈夫ね。で、ここは、ここまで行って、一回こう、ここで垂直ジャンプ。まあ、右にね、大きくジャンプしてもいいんですけども、ここが斧なので、開けないようにしましょう。この状態だったら、
斧を取る必要は全くない。ちなみにここの位置だとこの目玉の攻撃は当たらない。というわけでもうボスですね。はい、ボスのアルカードになります。まあ、こいつの正式な倒し方はですね、間違えた普通にダメージ受けちゃったんだけど、正式な倒し方から見せよう。顔に一発、腹に一発、これをやることでもう簡単にねパーフェクトを狙えます。腹に一発、じゃあまた顔に一発、腹に一発ね。これを繰り返すだけなんですが、めちゃくちゃ長いじゃないですか。だからここでこれを使うんですね。これを使うとこっちの右側のね端っこの方にこいつが来るととんでもないことになって、2ターンぐらいで終わります。終わりですね。もうまあ結構簡単に倒せるボスです。まあ正直負けることはないでしょう。まあ、丁寧に戦えばパーフェクトも余裕なやつなんですが、時間がちょっとかかってしまうので、まあかなり荒い戦い方だったんですが、十字架でゴリ押しをしたという感じですね。というわけで仲間の一人アルカード。おお、私を倒すとは。お前こそ私が長い間待ち望んでいた人間に違いない。お前のその腕を借りたいのだ。私と共にドラキュラを倒しに行ってはくれまいか。どうしますか、連れて行こう。おお、それはありがたい。奴はどうあっても倒さねばならぬ。私の名はアルカード、よろしく。よろしくっていうね、かなりフランクな感じで来ましたけど、それじゃあ俺の役目はここで終わりだな。ここから先は二人でな、力を合わせて頑張ってくれよな。三人で行きゃいいと思うんですけどね。なんで二人じゃないとダメだったんですかね。まあ、ここから帰るのもグラントさんすげえ大変だと思うんですけどね。あの1アップのためだけについてきましたが。ここは開始時にね、ここで倒していきます。この次のところね、この生成になりますので、まあ、取らないようにしましょうと。ここはですね、まあ、点数稼ぎゾーンなんですが、こうやってね、かわすことですげえ点数を稼げます。ここ目玉がいるので殺しておきましょう。で、ここね、探検が出ますので、ちょっと探検を消すがてら、こいつをちょっと引き寄せた方が実はやりやすい。なぜかというと、ここにですね、こいつが出てくるんですね。で、まあ上に行きゃいいんですけども、これを見せたいがためにちょっと倒す必要が出てきたと。いうことです。ダメージ受ける。一発受けちゃった。まあこんな感じでいけば、まあ結構簡単にいけます。さあ、ここも点数ゾーンですね。しまった。はい。ねえ、めちゃくちゃ入れ食いなんですよね。無限アップできるんじゃないかぐらいのレベルで。あ、ちなみにここ上に乗った状態で落ちながら、これ振るか、まあ、これで振って、右の食材を壊すことで、ワンナップを取りつつ、こっちに降りることができるのですが、こう降りてしまった場合、ね、取れないじゃないですか。この、行ってしまうと死んでしまうので。で、アルカードの場合だとジャンプでも届かなくて、この食材にね攻撃が届かなくて、まあコウモリ状態で落ちながらっていうのはあるんですが、まあそれだとちょっと難しいので、まあコウモリで上に戻るって言ってもあるんですが、まあ、そこでやり方としてはちょっとできるかどうかワンチャンスなんで、できなかったらちょっとやり直しますが、じゃあいきます。まあ、こうやってねワンナップしながら変わります。そしてこれで戻ってくる。こうすると取れるんですね。だけど正式なやり方はあの上のやつを落ちながら、まあこれかね、十字架とかで壊しながらジャンプで戻ってくるというやり方が正しいやり方です。でまあ正しくないやり方でも結構簡単なんでね、まあいいんじゃないかな。下水上神殿になりますが、今回は左のこのまっすぐのルートで攻略していきます。まあ下のルートも攻略してるんですが、まあどっちが簡単かって言ったら、まあこっちの方が若干簡単かな。いやー、まあ水上ルート、水上神殿もね、めちゃくちゃ簡単なんですけどね。まあ問題はですね、この後のやつなんですよね。共通ルートがめんどくさいので。で、ここはこう行って、ここを壊すと、これですね。ここで取れます。
で、こうすることで針に当たらずにいけます。ここはちょっと待ちましょう。ここも先ほどと同じような感じですね。ここまで行ったら行く。で、ちなみにですね、ここに連射アイテムが隠されております。で、一面のボスと同じやつですね。スカルナイトかな。あ、こっち来やがった。ちょっとダメージ受けるかもしれないね。まあ、このダメージ受けなかったんですが、こんな感じで、まあ、瞬殺することが可能と。まあより弱くなってますよね。まあより弱くなってると、まあ、弱くなってるわけじゃないんですけどね。一面のボスよりも打ち返しがなんかグラディウスの2周目みたいな感じで、雑魚が打ち返してくる弾みたいな感じで骨を打ち返してくるんですが、その骨自体も十字架でね消すことができるので、ちょっとここは急いでいかなきゃいけないので、まあ、ちなみにグラントとかだったら結構簡単にグラントじゃなかった、危ねえ、グラントか、アルカドだともうショートカットができるんでね、飛んでいきゃいいから、だから結構簡単にいけるんですが、僕はラルフでクリアすると言ったのはこのためですね。まあ、こういうところをちゃんと正規ルートで突破すると、正直ねこんなリスク使う必要がないからね、アルカードさえいれば。で、左の方に斧があるんですが、いらないので、ここはここで倒すのがまあいいかな。ちょっとダメージ食らいたくないですからね。ハート欲しいな。ちょっとめんどくさいですね。ここまで来るとダメージ必死ですね。まあいっか、まあいいでしょう。ここもなんと、すごい。間違えた。もう一回やります。OK。もう、最後のところはね、点数アイテムなんですが、まあ、いらないでしょう。間違えた。なんで2発も。そんなにいらないよ。で、ここは、こう行くと、ここら辺にいるので、さあこの先ですね、難所。ここがかなり難しい。死ぬとしたらここかなと思うんですよね。おっ、バカ、取っちまったー。マジで死ぬ可能性がめちゃくちゃ高くなりました。これなんでかっていうとですね、ここにクロスがあるんですね。で、ワンターン目じゃねー、取れない。おわち、やぶれー。あぶねえ。うわ、回収できるかな、これ。まあ、いっか。まあ、ちなみにやり直すとき、アルカードで短縮しますね。あそこの危険なルートは。もしやり直すんだったらね。まあ、クリアできるのは、まあ、今ね、ご覧にいただいたように、ダメージ食らわずにね、いけますので、まあ、それは分かっていただいたと思うので、さあちょっとこの体力が厳しいか。ボスなんですが、こいつはですね、まあこいつはボスじゃないですけどね、こうやるとノーダメでいけます。さあこいつはですね、かっちりした攻略が僕の中ではないので、ちょっとめんどくさい相手ではあるんですが、ちょっと間違えた、危ない。お、ワンパンだった。しまった、ボスでやられるなんて。まあちょっとやり直しましょう。くそ。さあとりあえず戻ってまいりました。ですね、時計塔に行ってないので1アップがないのと、あと点数が足りないので1アップがないので、5機で一応死んでいないという感じで来ております。うん、まあそれぐらいですね。まあ特に変わった感じではないですが、こいつは、あん時ね、なんで、当たった？嘘だ。まあ基本的にですね、まあゴリ押しですよね。あ、やばい、ホームラン、ああ、倒した。まあ投げてきたら前進。で、上はこの屋根のあるところだったらダメージを受けないので、
まあ理論上パーフェクトはね狙えるわけなんですが、まあなかなかシビアなんですよね。だからまあヒットポイントある状態でご利用するのがいいかと思います。そしてですね、ここが一番の難所。